にちは、いなこです。今日はじゃん、こちらスターバックスでいろんなね、美味しそうなフードとかクリスマス限定のケーキとか美味しそうなものまたいろいろ買ってきたので、味を紹介しつつひたすら食べたいと思います。はいストレスを解消していきたいと思います。はい、いや美味しい、美味しいよスタバのフードをね、いっぱい買うっていうことは私にとっては結構贅沢なんですが、まあね、何ヶ月かに1回のたまにはいいんじゃないでしょうかと思って買ってきました。あー、お腹すいた。午後の2時半なんですけど、まだね、全然何も食べてないんですよ。まず買ってきたもの紹介します。はい、こちら、スターバックスラテのデカフェベンティーサイズです。はい、あれですね、クリスマスだからクリスマスっぽい柄になってますね。かわいい、こんな感じ。スタバはね、いろんな美味しいコーヒー、いろんな甘い飲み物、いろいろありますが、私はやっぱりスターバックスラテが一番好きです。カフェインは私朝以外はあんまり取らないようにしてるんで、まあ、あのデカフェにしました。いっぱい飲みたいからベンティーサイズ、一番大きいサイズにしました。あとはチキントマト&モッツァレラチーズ石窯ピローネ。ちょっとね、野菜とかチーズがゴロゴロしてますね。チキンか。あとはこちら BLT& エッグサンドイッチ。こんな感じの黒い感じのパンと、まあ、普通の色のパンとこんな感じ。いや絶対美味しい。じゃあこちらがストロベリーディスカバリーというケーキです。有名パティスリー&フレンチレストランのシェフの方が、監修手掛けたホリデーデザート第2弾だそうです。はい、いや美味しそう。いちごですね、いちご。美味しそうなムースケーキ。いやちょっとこれ楽しみです。じゃあ、わ、かわいい、ストロベリーチーズケーキスコーンです。美味しそう、かわいい、ストロベリーチーズケーキスコーン。フード2つとデザート2つと飲み物1つ、合計5つの商品買ってきました。はい、ホームページ見たらこのフードの4つ全部あの季節のおすすめ品に入ってたので、今の季節ならではの商品っぽいですね。はい、いただきます。あ、豪華ですねまずはスターバックスラテ。美味しいスターバックスってディカフェも美味しいですよね。全然なんかあのカフェインレスのコーヒーって市販のやつとかあんまり美味しくないかなって思ったことあるんですが、でもスタバのは美味しいです。あー幸せ。なんかもうスタバのラテだけでも全然幸せですねあー美味しい。ちょっと何から食べようかな。まずサンドイッチ、 BLT エッグサンドイッチから食べまーすBLT からいただきます。美味しい。ベーコンがすごい美味しいです。コンビニとかに売ってるサンドイッチのハムとは違いますね。ベーコンがすごい香ばしくて旨味があってすごい美味しいです。おいしい、幸せ。ベーコンも入ってるし、なんか生ハムみたいな、ベーコンなのかな、ベーコンがすごいちゃんと生ハムみたいにしょっぱくて、うまみがギュッてなっててすごい美味しくて、粒マスタードとかも入ってて、レタスもシャキシャキで、もうめっちゃ美味しい、美味しい、幸せ。ローストベーコンなんだ、だから香ばしい味だったんだ。美味しい。この黒いのは何でできてるのかな。こっちの黒いパンのエッグサンドいただきます。美味しい。なんでスタバのサンドイッチってなんでこんなに美味しいんだろう。なんか卵自体がめっちゃ美味しい気がする。卵の味がしっかりするっていうか、バシッと決まってるめっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。なあ、幸せ、幸せ。普段私自分の作ったものばっかり食べてるから、だんだんこう自分の味に飽きてくるんですよね。なんかこう焼き方とか
味付けとかどうしてもやっぱり自分の技術っていうか限りがあるから自分の料理に飽きてきません？皆さんいやスタバが美味しいんだと思うんですよね、うん、あー幸せー、あーなんかこう泣きそうになってくる美味しい、なんか美味しすぎて泣きそうになってくる、なんか不思議ですねなんか別に最近私辛いことがあったわけじゃないんですけどね、この美味しいものが食べれる幸せだ、本当にありがたくてなんか涙が出てきます常に幸せなはずなんですけどね、こういう美味しいものを食べるとなんか心が本当にホッとするっていうか、スタバのフードが美味しすぎてなんか涙が出てきちゃいました次はこちら、温めた石窯フィローネチキントマト&モッツァレラチーズの石窯フィローネ食べます。はい、切るとこんな感じ。ブロッコリーとかチキンとかチーズ、トマトで煮込まれたチキンとあとチーズがボンと入ってますね。いただきます。おいしい。チーズとトマトってまあ合いますよね。まあそりゃね鶏肉もドンってこう大きく入っててすごい食べ応えがありますね。これおいしい。スタバの食べながら泣いてる自分がちょっと怖くなってきましたね。まあ、嬉し泣きなんだと思うんですけど、お腹いっぱいになる前に甘いものにちょっと行きたいと思います。じゃん、こちらいちごのムースのケーキですね。ストロベリーディスカバリー、いただきます。すごい美味しそう。いやこれ絶対これも美味しいでしょう。美味しそう。美味しい。チーズっぽい味もありつつこの甘酸っぱいいちごの味が最高。めっちゃ美味しい。いちごのムースの部分がほわほわしてて薄くいちごのスポンジも入ってるんですけど、それもなかなかの主張をしていてムースとよく合います。すごい美味しい。あー美味しい。あ、コーヒーとよく合います。コーヒーとよく合う。いやー幸せですよはい、次こちらストロベリーチーズケーキスコーン、いただきます。おこんな感じ。いただきます。この小麦粉の味が最高。中にいちごジャムみたいなのが練り込まれてるんですね。上にホワイトチョコみたいなのがかかってて、砂糖かな、砂糖みたいなのかかってて、でドライいちごもちょっとかかっててっていうので、いやこれも幸せ。美味しいものを食べるとこう張り詰めた気持ちが一回パーって解消されて、その後にこうぐんとこうもっと頑張ろうみたいな気持ちになりますね腹が減っては戦ができぬってこういうことですねうん、今日はまあストレス解消動画でいっぱい何か美味しいものを食べる動画を撮ろうって思ってスタバを選んでもう大正解でした。本当に美味しいです。あー頑張ろう。無駄に私は頑張ろうって思うからいけないのかもしれないような気がしてきましたよしやるぞとかでぐらいでいいんじゃないでしょうか美味しいものはね、苦しいまで食べると美味しく感じなくなっちゃうんでね、この残ったのはまた後でお腹が空いたらおやつ代わりに食べようかなと思います。はい、ということで今回はスターバックスの美味しいフードを食べてストレスを解消しようっていう動画でした。もうね、スターバックスのものが美味しすぎてなんかもう心がふわーっとなってちょっと涙が出てきちゃったりしたんですけど、ストレスを解消するっていう目的は果たせたかななんて思います。はい、ということでこんな感じの動画でした。皆さんもぜひリフレッシュしてみましょう。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。バイバーイ。いや別に辛いこと
こととかないはずなんですけどね。なんかな